なぜ日本への移住を望む中国人がここへ来て急増しているのか、その驚きの理由。コロナ禍に対する中国政府のあまりに横暴な対応にほとほと愛想を尽かした中国人の一部は海外移住を希望するようになっていた。その移住先として今年の春頃から日本が注目を集めていることは、前編、実は今日本への移住を望む中国人が激増している、その驚きの実態で見た通りだが、ではなぜ日本が選ばれているのか。中国人が日本を買う理由を上司したジャーナリストの中島めぐみさんがレポートする。カナダ、イギリスより日本な理由。彼らはなぜ移住先として日本を選ぶのだろうか。私の取材では、多くの中国人の移民希望先の上位は、これまでカナダ、イギリス、シンガポール、マレーシアなどだった。いずれも移民受け入れの実績が多く、英語が通じたり、中国系の人が多く住んでいたりして、言葉の問題が比較的少ないこと、子どもの教育上でも問題が少ないことが理由だ。だが、ある在日中国人不動産会社の担当者は言う。カナダやイギリスは英語は通じるものの、中国から遠くて冬は寒い。シンガポールは中国語が通じるけれど、生活コストが高い。その点、日本は近いし、生活コストが安い。子供が一人で外出しても安心安全。食事も美味しくてコスパがいい。政治的に安定していて空気もいい。よく考えてみると、日本は三拍子どころか五拍子六拍子も揃っている。理想的な移住先なんです。それに日本は中国以外では唯一漢字を使っている国。日本語を勉強したことがなくても、日本語の看板や標識をある程度理解できますし、顔つきも似ているので街に溶け込みやすく緊張感が少ない。気候風土、文化も似ています。その上、不動産の利回りも安定しているので、日本にいくつかの不動産さえ持っていれば、働かなくても定期的な収入が得られます。中国にも頻繁に帰れます。こうした観点から、最近は海外の中でも特に日本に移住したいという人が増えているんですよ、という。資産を移したい。そして、彼らが移住を希望しているのは、中国政府によるゼロコロナやロックダウンだけが原因ではない。それらはあくまでも決断に踏み切るきっかけの一つであり、理由は他にもあるという。その理由の一つが、2021年から始まった共同富裕政策、共に豊かになるという政府のスローガンの影響だ。共同富裕は、経済成長によって生じた格差の是正を目的とするもので、特に政府によってファーウェイやアリババといった巨大 IT 企業への締め付けが強化されている。富裕層や芸能人への目も厳しくなり、不正蓄財をした人の摘発、財産没収や資産凍結が始まるとの噂も飛び交った。人口約2500万人の上海にはおよそ200万人の富裕層が住んでいると言われるが、彼らの中にはたとえ不正とは関係なくてもとにかく不安なので、資産を安全なところに移しておきたいという気持ちが強い。今年初め、私が取材した40代のある富裕層は、以前から投資目的で東京に複数の不動産を所有していたが、日本語がわからないため本格的な移住には躊躇していた。だが、だんだん中国にいることが怖くなってきて、家族とも話し合い、中国から最も距離的に近い日本への移住を決めましたと話していた。老後の不安も大きい。また複数の移住者に聞いてみると、中国に対する不安は他にもあるという。子どもの教育、医療、老後、情報統制などの身近な問題のほか、米中対立や台湾問題、国内政治の不透明さなど、その不安は多岐にわたるという。取材していて、私が特に意外に思ったのは、彼らが日本に移住したい理由として、老後の不安を挙げていたことだった。比較的若い人でも、
老後どこに住めば精神的に落ち着いて生活できるかについて真剣に考えていた。中国の脆弱な医療事情とも関係するが、中国に住んでいたらいくらお金があっても良い老後を送れないのではないかと考え悩んでいたのだ。2022年末、中国国内に住むある男性は、子供が頭が痛いと言ったので病院に連れて行ったところ、 MRI 検査をされた後、再検査を求められた。その際、医者から私の個人事務所に来ればもっと詳細な検査ができますよと言われ、そこに行くように指示されたという。男性はその時点で怪しいと直感し、別の病院に連れて行ったところ、子供には何も異常がないことが分かった。この男性が言う、おそらくこの医者は自分の事務所で再検査をするふりをして高額な治療費を巻き上げようとしたのでしょう。これは誰もが知っている大病院での話です。中国の病院はいろいろ問題がありますが、まさか未だに医者が堂々とそんなことをしているとは。ショックでした。健康である程度のお金があれば、この国には日本よりもずっとチャンスがあるように感じます。でもいざこういうことに直面すると、この国から出て行きたくなるのです。カナダで議員情報収集の中国領事を追放。非公式警察署問題に甘い日本は他山の石とすべきだ。先進7カ国首脳会議広島 G7 サミットが19日から開幕する。焦点の一つは中国への対応だが、会議の開幕直前に G7 メンバー国であるカナダが国会議員とその親族に対する中国の不当な情報収集活動と脅迫を理由に中国領事に国外退去を求める事件が起きた。これに対して中国もカナダ領事に国外退去を求め、報復合戦になっている。対中包囲網強化をまとめる立場の岸田文雄首相が、中国に甘い対応をすれば各国から厳しい批判を浴びるのは必至だ。カナダが中国領事の退去を求めたのは、地元紙グローブ&メールの報道がきっかけだった。同紙は5月1日、情報機関カナダ安全情報局 CSIS の内部情報をもとに、中国領事が本国の指示に基づいて中国に批判的な保守党議員と香港に在住するその親族に関する情報を収集し、親族を脅迫していたと報じた。報道を受けて党のマイケル・チャン議員は記者会見を開き、中国は私と私の親族および議会の他のメンバーを狙っていた。政府は2年前から知っていたのに何もしていなかったと、ジャスティン・トルドー政権を厳しく批判した。このコラムで何度も紹介してきた中国の非公式警察署は、カナダのトロントにも3カ所あり、カナダ国内で中国批判が高まっていた。トルドー政権は世論を無視できず、報道から1週間後、中国領事の国外追放を決めた。これだけ見ればトルドー首相はよくやったように見える。だが必ずしもそうとは言えない。問題が発覚したのは、政府の鈍さに憤りを覚えた関係者による内部告発だったからだ。グローブ&メールは告発した安全保障関係者と名乗る官僚の手記を掲載した。告発者は、外国勢力がもたらす脅威について私と同僚は何度も警告したが、幹部たちは動こうとしなかったと暴露している。トルドー首相は、私に報告が上がっていなかったと釈明したが、野党はそんなはずはないと批判している。カナダでは今回に限らず、安全保障関係者を発信源とする内部告発がこの数ヶ月相次いでいた。例えば3月には告発をもとに、与党議員が中国外交官と接触し、中国が2018年に拘束したカナダ人2人の釈放を遅らせるように進めたと報じられ、離島に追い込まれている。2人のカナダ人は中国通信機器大手ファーウェイの毛晩秋副会長兼最高財務責任者 CFO をカナダが拘束した報復に中国が拘束した人物たちだ。議員本人は接触を認めつつも話の内容を否定したが、
事実なら噴飯ものだ。今回の中国領事追放もこうした動きの延長線上にある。内部告発が止まらず、政権の対中姿勢に疑問符がつきかねなかったのである。岸田政権も中国に甘い。与党議員が非公式警察署問題に関与している疑いがあるのに一向に動こうとしないのが典型だ。このままだとカナダと同じように内部告発が起きてもおかしくない。自分の尻に火がついてからでは遅い。岸田政権はカナダを他山の石とすべきだ。